おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔見せてくれるよ。皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回もね、またこう何やってんだって話なんですけれども、まあ、また皆さんと一緒にね、あのご飯を作っていこうかなと思います。今回のテーマはオムライスということですね。まあ一人暮らしの一品料理代表というような料理でございます。まあいろんなやり方があると思うんですけれども、皆さんそれぞれやり方持ってらっしゃるかもしれませんが、まあ僕はいつもこんな感じで作ってますよというのをですね、ちょっとお見せしてみたいなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。使う材料としてはピーマン、玉ねぎ、あとブロックベーコン、ブロックじゃなくても大丈夫です。スライスベーコンとかでもいいですし、あとベーコンじゃなくてもハムとかソーセージとかウインナーとかでも大丈夫です。まあ、何かしらね、お肉入れた方が美味しくなるので、ベーコンもしくはなんかこう加工肉みたいなのを用意しましょう。ひき肉とかでも OK です。で、とりあえずまあ具材を切って下ごしらえをしてケチャップライスを作っていきましょう。まず材料をみじん切りにしていきます。みじん切り、ピーマン初登場でございます。ピーマンをみじん切りにしていきたく存じます。とりあえずまあ半分に切りましょう。ピーマンを縦に半分に切ります。そうするとまあこんな感じになるじゃないですか。で、この種のところをきれいに取りたいんですけど、左手でこんな感じで持って右手の親指でくり抜くような感じでこの種を取りましょう。ほら、こんな感じです。で、この残っているところをトントンと叩いてあげて、取ると。で、少し、こんな感じでくっついて残るところもあると思いますので、こういうのは右手で、まあ、むしって、きれいに取ってあげると。こんな感じです。もう片方も親指で、おらおらくり抜いてあげると。で、この残っているところは右手でむしって、トントンと叩いてあげて、まあ、きれいに種を取るという感じでございます。まあ、普通にね、種が残っているとちょっと食感が良くなくなってしまうので、まあ、きれいに取ってあげると良いかなという感じです。で、下ごしらえ、次はみじん切りか。まずは千切りにしていきましょう。千切り。こんな感じで、細切りに、千切りにしていきます。千切り細切りなんていうのかわかんないですけど。で、これを横にして、ここからまた刃を入れていって、みじん切りの完成という感じでございます。まあ、人参のみじん切りとかとやり方は全く一緒ですね。こんな感じです。で、まあ、毎回みじん切りにするとき同じことを言うようですけれども、あんまり細かくすることにこだわりを持たなくても大丈夫です。ある程度大きくても、まあ、料理は愛情中央でね。なんとなくでいいんですよ、なんとなくで。で、玉ねぎのみじん切りは、今まではチャーハンでもやりましたし、ミートソースでもやったんで、ちょっとまあ割愛しましょう。まあ、簡単に言うと、そのヘタとかを取って、あ、ヘタを残した状態か。ヘタを残した状態にして、この球体に沿って、刃を入れていきまして。で、あとはこのまま、こっちを入れていけば、みじん切りの完成という感じでございます。いろんなやり方があると思います。まあ、皆さん、玉ねぎのみじん切りする方、されない方いらっしゃると思うんですけれども、いろんな方やり方があると思います。これはもう単純に僕のやり方って感じですね。他に、この仕込み包丁みたいなのを2回入れるやり方とかもありますし、そういった方がやりやすければ、全然それでやっていただいても大丈夫です。玉ねぎのやり方、玉ねぎのみじん切りの仕方は、世の中に一つじゃない。みんなの心、一人一人の中に玉ねぎ、なお残るとまあこんな感じでね、ヘタだけになるので、この状態を目指しましょう。で、まあ、なんとなくざーっとみじん切りをすれば、とりあえず OK という感じでございます。みんなの心の中に玉ねぎのみじん切りの方法が一人一人隠れて、いろんなことが起こって、で、次、ブロックベーコンをダイスカットに、していきます。さっきも言いましたけども、スライスベーコンでも別に大丈夫です。ただ、いつも僕は、こういうブロックベーコンを、真空パックの状態で買ってきて3等分ぐらいにしてラップにくるんで冷凍してあるんですよ。なんでこうオムライスとかね、なんかこうナポリタンとか、なんかそういった一品料理を作るときに解凍して使っているような感じなので、いつもブロックベーコンが常備されているという感じです。で、ダイスカットにしていくんですが、こんな感じで薄く切ったら縦に、まあ、ちょっと大きめにざっくりと切
ってあげます。で、これをさらに横にして、まあ、ざっくりと切っていくと。まあ、みじん切りのでかいバージョンって感じですね。ダイスカット。こんな感じで OK でございます。ソーセージとかの場合も、まあ、一口サイズというか、一口サイズじゃないか。まあ、こんな感じの大きさに切ってあげてください。で、フライパンを火にかけて、具材を炒めていきます。フライパンが温まってきたら、オリーブオイルを敷きましょう。まあ、僕はいつもオリーブオイルでやってますけれども、別にサラダ油とかバターとかでも何でもいいです。で、オイルを引いたら、とりあえずもベーコンを入れます。ソーセージとかウインナーとかの場合もあるかもしれないんですけど、まあ、何かしらのお肉をまず先に入れると。で、まあ、ちょっと焼き固めるじゃないか。焼き色をつけるわけですね。なんとなくざっくり炒めましょう。で、まあ、ついでに塩コショウとか振っておきましょうか。オラオラっとね。で、ちょっと炒めて、なんとなく火が通ってきたなというか、まあ、焼き色がついてきたなと思ったら、すぐに野菜も入れてしまいましょう。玉ねぎ、ピーマン、ピーマン大好き。で、入れたばっかの頃とかね、玉ねぎの水分がすごいたっぷりなんで、ちょっとほっといてもなかなか焦げつかないんですよ。なんで、まあ、とりあえず野菜を入れたら、ちょっと混ぜ合わせて、すぐに洗い物をしておきます。キッチンが広かろうが狭かろうが、やっぱりこの作業場っていうのはね、その、広く、清潔に保っておきたいというか、その整理整頓を心がけたいんですよ。何をするにしてもね、この作業場が詰まってしまっているとすごいストレスになってしまうので、手が空いたらとにかく洗い物をして、ここをきれいに保つような癖をつけておくと、すごく良いかなと思います。あとカセットボンベのガスがなくなってきましたね。ガスがなくなってきました。ファイヤー。で、もし冷凍庫の中にこういうミックスベジタブルみたいな食品があったら、こういうのもぜひ活用しましょう。まあ、これはトウモロコシとグリーンピースと人参みたいな感じで3種類入ってるんですけれども、やっぱり彩りもすごい豊かですし、いろんな食感が加わることによって、その美味しくなるんですよ。やっぱりこのトウモロコシのね、柔らかい食感とか甘みとかもアクセントになりますし、あと、人参とかグリーンピースとかの食感とかも、まあ、いいアクセントになると。まあ、そんな感じで、理想づくめなので、もし冷凍庫の中にこういう食品入ってましたら、使って活用していただけると、良いかなと思います。おっ、いい感じでしんなりしてきました。ここからご飯を入れていきます。で、ご飯を入れたら、真ん中ら辺、ちょっと混ぜようかな。少し混ぜましょうか。少し混ぜて、真ん中を開けます。真ん中を開けて、ここにケチャップを、ベベベベぐらい入れて、で、あとチューブニンニクをちょろっと入れます。ちょろっとで、さらにオレガノとバジルを、入れます。バジル、そしてオレガノ。ふっ、急げ、焦げてしまう。急げ、もう竹玉に焦げ、頑張れ。うおで、オラーって、オラーって、ケチャップをちょっと、火通して、オラオラーってやって、だんだん、ご飯を混ぜていくと、オラー、混ぜ。で、このご飯のこの白い塊みたいなのがあるじゃないですか。まあ、こういったものを潰していって、まあ、均等に、オレンジ色にするように混ぜていきましょう。で、まあ、チャーハンじゃないんで、別に炒める必要は特にないんですよ。なんとなく混ざればいいんです。別にチャーハンみたいにパラパラとかパサパサとかに仕上げなくてもいいので、なんとなく全体がオレンジ色になってきたなと思ったら OK って感じでございます。このままお皿に出していきましょう。といといで、今回は、ラグビーボール型にちょっと仕上げようかなと思いますので、ラグビーボールっぽい感じで、お皿に出していきます。こんな感じでしょうか。で、残りのご飯は別のお皿に出しておいて、まあ、これはまあ明日の朝ごはんって感じですかね。で、なんとなくこのしゃもじとかでその形を整えておきましょう。ラグビーボールっぽい形に先にこう仕上げておくわけですね。こんな感じで。いい感じです。で、もうちょっとこう綺麗に仕上げたいぜという方はラップとかを使うと良いかなと思います。ラップをふんわりかけるじゃないですか。ふんわり。で、この状態で手でこの形を作ってあげると。そうするとね、このちょっとこう締まった形にできますし、まあ、形ももちろんね、すごい綺麗に
仕上げることができるので、こういったやり方も覚えておくと良いかもしれません。さあこんな感じ、まあ当たり前ですけども手でやるとすごい綺麗に仕上がります。おっ、それではここから卵を焼いていこうかなと思います。卵を焼いていきます。まあいろんなやり方がありますけれども、今回紹介させていただきますのは誰でも本当に簡単に作れるやり方です。でなおかつね、半熟でこうちょっとふわふわっとした感じに仕上がりますので、卵焼いたことがないぜという方はまずこの方法でチャレンジしていただけるとすごく嬉しいなという感じです。まず卵を2個、ボウルに割り入れましょう。コレステロールがちょっと気になるところではあるんですけれども、ちょっとまあ1食につき2個ぐらいはちょっと入れたいなって感じですね。コレステロールが気になるところなんですけども、2個使いたい。2個、コレステロール気になる方は1個入れて牛乳でちょっと伸ばすっていう方法もあるんですけども、まあとりあえずまあ2個で試してみてほしいです。でもし冷蔵庫の中にパルメザンチーズとか、もしくはパルミジャンのレッチャーノとか、そういったチーズがあればこの中に入れてみてくださいませ。想像しただけでも美味しいじゃないですか、この中にチーズが入ったら。あとベルキューブみたいな、ああいうクリームチーズとかもすごくおすすめです。もし冷蔵庫の中にそういったチーズがあれば、この中にインしておくと、すごく良いかなと思います。でフライパンの火にかけて卵をよーく溶いておきます。でその簡単にできるコツ、最大のコツ、あどうしようかな、ちょっと先にフライパンの話をさせていただきましょうか。フライパンの話、さっき言ったようにその誰でもできるすごい簡単な卵焼きのやり方をお説明させていただくんですけれども、すっごい失敗しないための最大のコツがあります。一つだけあります、最大のコツ。これがあればうまくいくし、これがないとダメな最大のコツがあります。それは何かっていうと、新しめのフライパンを使ってくださいということです。新しめのフライパンを使ってください。何て言うんでしょう、そのさっき使ったような、なんかこういう炒め物用っていうんですかね、その強火でガンガン炒めたりとかして、その雑に使う用のフライパンと、まあ、何か卵とかをきれいに焼きたい用のフライパンをこの分けて使ってほしいんですよ。これなんでかっていうと、フライパンのこのテフロン加工とかフッ素加工っていうのは消耗品なんです。絶対に剥がれます。絶対にいつかは消耗してもう焦げ付くようになります。5000円とか1万円とかするフライパンたくさんあるんですけれども、そんなフライパン使わなくていいんですよ。ドン・キホーテで1000円のフライパンとかで全然構いません。ただし新しい目のものを使うということです。新しい目のものを使う、何度も言いますけども、テフロン加工、フッ素加工ってのは消耗品です。使ってるうちに絶対剥がれ落ちてくるんです。で、剥がれ落ちたフライパンで卵焼きなんかやることをすると絶対にくっついてしまうので、何か一つ新しめのフライパンを用意しておいて、丁寧に使うよう、もしくはその卵とかをきれいに焼く用のフライパンとして、炒め物とは別で管理するようにしてみてくださいませ。で、まあ、とりあえず火にかけまして、卵の方も、オリーブオイルで仕上げていこうかなと思います。もしバターとか、そういったものが好きでしたらバターを入れていただいても大丈夫です。もちろんケチャップライスもね、ケチャップライスじゃなくてバターライスの方が好きだよという方でしたら、ケチャップ入れずにバターで仕上げていただいても全然 OK です。で、火にかけて、ある程度したらちょっとだけ垂らして、温度を確認します。ああ、中も全然固まりそうだなと思ったら、流し入れちゃいましょう。流し入れてフライパンを傾けて、全体的にこの厚さっていうんですかね、そういったものが均一になるように回していきます。でフライ返しを片手に持って準備をしておきましょう。こんな感じです、こんな感じです。でちょっとこういう大きい気泡みたいなのができたら、ちょっと潰しておくと、きれいに仕上がるかなと思います。でこんな感じで全体が半熟に仕上がってきたら OK という感じです。まあ、この辺の焼き加減は皆さんのお好みに合わせてしまっても OK です。半熟が好きだったらどんどん火を通せば OK ですし、半熟っぽいのが好きでしたら半熟の状態で仕上げてくださいませ。でほら、こんな感じで新しいフライパンを使えばそこそこ焦げつかなく仕上がるんですよ。なんかわかりますか？ほら、動いてるんですけど。よくまあテレフォンショッピングとかでね、その5000円とか1万円もするような、フライパンがあったりとかするんですけども、こんなドン・キホーテで1000円のフライパンとかで十分なんですよ。で、ちょっとこの卵焼きを左側に寄せてあげて、右からフライ返しを突っ込みまして、で、このままズルズルっと卵をひっくり返して、
くり返しじゃないか、引っ張り出していきます。いきます。ちょっと温度が下がりすぎて滑りが悪いです。これまた一つのコツなんですけれども、フライパンの温度が下がってしまうと、くっつきます。フライパンの温度を高い状態に保って調理をしていくっていうのもまた一つのコツでございますね。で、よいしょ、ほら、滑る、ほらほらほら。で、こんな感じで卵が焼けました。なんかすごいあっけなくないですか。え、もうできたのみたいな。で、まあ、ちょっと仕上がりの方を見てみると、まあ、こんな感じでございます。うっすらこの辺が半熟になっているのが分かると思うんですけども、どうでしょうか。本当、もう何度も言いますけども、フライパン消耗品なんですよ。焦げ付くようになったなと思ったら、その新しいのを買ってください。もう古いフライパンを捨ててしまって、新しいフライパンを使っていくと、こうすればね、こういう卵とかもすごい快適に作れますので、ちょっとそんなコツを覚えていただけますと幸いでございます。で、最後にケチャップを。わーかけまして、で、最後にパセリ。これも絶対かけてください。こんな感じで、卵とケチャップとパセリで、緑と赤と、黄色の3色が揃って、もうすごいこう、ね、美味しそうな見た目になるわけでございますよ。パセリも絶対入れてください。100円ショップとかでも売ってますし。で、こんな感じでオムライスの完成という感じでございます。お皿はパスタと一緒で、できるだけ白くて大きいお皿を用意した方がいいです。例えば、まあ、こういうサイズのお皿でも、まあ、いいっちゃいいんですけど、このオムライスがこっちのお皿にドンって乗っかると、その余白がないから圧迫感がすごくなってしまうんですよね。別に、まあ、それはそれで美味しそうではあるんですけれども、なんかこの白い余白があって、なんて言うんだろう、その余裕が、このお皿に余裕がある印象の方が美味しく見えるんですよ。こういうちっちゃいお皿とかにぎゅうぎゅうとかよりも、なんかこうちょっと余裕があった方が美味しく見えます。ちょっと洗い物が面倒くさくなってしまうんですけれども、できるだけこういう大きめのお皿を用意して盛り付けていくと良いかなと思います。それでは、今回はオムライスの作り方ということでございました。うまく作れましたでしょうか。まあね、さっきも言った通り、卵の焼き方というのはすごいいろんな方法があります。今回みたいにこうね、1枚片方だけバッと焼いて乗せちゃう方法もあれば、薄焼きにした状態でご飯乗っけてくるむ方法なんかもありますし、あとやっぱり一番見た目が華やかなのは、そのトロトロのオムレツを作って、これトントンとやってオムレツを作って、でこの上にこうボンと乗せて包丁とかナイフを入れて、こうペロンみたいな感じの、ふわトロオムレツみたいなね、なんかそういうのが一番華やかだったりとかするんですけども、まあ、いろんなやり方がある中で、今回は一番簡単なやり方をご紹介させていただきました。また機会があればね、そのふわとろのオムレツとか、なんかこういうのもね、やってみようかなと思いますので、よかったら楽しみにしていてくださいませ。それでは、今回はオムレツの作り方ということで、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。はははははは。